中日、中田翔内野手が沖縄キャンプ第4クール2日の16日、練習前のウォーミングアップに姿を見せなかった。球場入りはしている。2020年以来、4年ぶりとなる規定打席を目指す34歳は、キャンプ序盤から精力的に動き、第3クールの最終日だった13日には、立浪監督から約30分にわたってノックを受け、体がバキバキと語っていた。15日は通常通りのメニューをこなし、フリー打撃ではレフト防球ネット越えの場外弾を含む、2本の柵越えを披露。16日には初の実戦形式となるシート打撃への参加が予定されていた。怪我かもしれんな。倒れるくらいノックしたらそりゃそうなるとしか。ディカーソンも休んでたしそうであってくれ。どうしたんだろ？マジで怪我だけは勘弁してくれよ。ベテランに無理させたからとかないよな。スローペースの調整でいいのに。ロッカーで仮眠取ってたら寝坊したとかやろ多分。まあ大丈夫やろ。休養だよなさすがに。キャンプインから今日まで随分と張り切ってたっぽいし、この辺りで昇級しもいいんちゃうか。ベテランで重量級、故障がちな選手にハードな練習は必要ないと思う。守備はもともとうまいし。立浪監督の鬼ノックで故障したんか。ディカーソンは疲れたってことで数日練習休んだみたいやし、賞賛単なる休養であると信じてる。中田はすぐ足の故障を起こしやすいから、あんまりもう練習させたらいかんよな。それにしても新人の怪我とか移籍組の怪我とか多い印象が強すぎる。大事に至らないことを願うわ。今シーズンも80試合くらいの出場になるんちゃうか。室内で筋トレとかのメニューこなしてるんやろ。大将どうした。怪我だけはありませんように。屋内で調整してるだけなオチであることを祈ってる。中でマッサージを受けるとかそういうのちゃうか。今後の仕上げ方の打ち合わせとか。